はい、こんにちは、鳥居です。今私ね、プリアタン大通りの方に来てるんですけど、ちょっとね、晩ご飯を食べようと思って、どっかいいワルンないかなと思ってプラプラしてたら、ちょっとこういうワルンを見つけちゃったんですね。はい、こちら、なんていうのかな、ヌサンタラ、うん、でね、ワルンサテ&グレー 100% ダギンカンビン。あの、ダギンって肉で、カンビンってね、ヤギなんですよ。ヤギ肉のサテ、焼き、串焼きですね。そのグレっていうのは、カレー味のスープで、カンビンって大体ね、カンビンのワルンっていうと大体サテ、グレっていうのがね、有名なんでね、ここがあるんで、ちょっとここね、行ってみようと思います。はい、まだね、時間がね、5時半なんで、そんなにお客さんがいない状態です。はい、スラマソレー、マソレー、ミンタサトポリシーマカンディシニサテサマグレーサマナシ、ミノムニャエスジュル、いや、はい、でお店はね、こんな感じで、すごく可愛らしい狭いお店になります。で、よいしょ、ここでいいかな。ちょっとこの真ん中に陣取らせていただきます。なんか若い方がやられてるけど、ボレーアンビルムービー YouTube、 いや、パパの YouTube やん、パパの YouTube やん、あー、トリーただし、トリーただし、やあ、ジャパン。はい、こうやって今焼いてます。ちょっと油をかけて、思いっきり煙が出ております。はい、もう一つ焼きと餅がグレー。グレーっていうのはね、あのヤギの内臓が入ったスープなんですよ。Yeah? Yeah. 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 You want gulai balung? Mau gulai balung apa gulai biasa? Oh, apa? Sorry. Gulai balung. Gulai baru? Balung. Barung? Yes. Oh. Juga susu. Oh, oh, ya, ya, ya. はい、それにこういうね、いろいろ薬味を入れていただく形になります。わ、骨が入った、骨が入った。いいね、すげえ。内臓だけじゃなくてお肉も入れてくれてます。あ、結構すごいですね、ボリューミーな。はい、こんな感じになります。はい、テレマカス、あー難しいな。はい、ということで、ご飯とグレが先に来ましたので、ちょっと、まあ、こちら普通のね、ご飯にちょっと上に、あの、揚げたバーンメランが乗ってます。で、こちらがグレなんですけど、なんかね、サービスしてくれて、すごい骨を入れてくれました。ほら。で、この中に、脊髄が詰まってます。これ、後でね、ちょっとチューチューしようと思います。他にもね、お肉とか、内臓系のお肉とかがたっぷり入ってます。すごい美味しそうです。はい、テレマカシ。さて、串焼きが来ました。これがね、ヤギ肉の串焼きです。で、これがピーナッツソース。それとあと付け合わせっていうかね、キュウリとかバワンメラを刻んだもの。こうなります。美味しそうです。いただきます。ではまずこちら、さて、あの、カンビンの肉ってちょっと硬いんですよ。ただ噛めば噛むほど味が出てくる、すごい美味しいです。では
グレのスープをいただきます。独特のスパイスが効いてて、そんなに辛くないんですけど非常に美味しいです。ごろっとしたお肉、胸の周りの肉がね、すっごい柔らかいです。もう噛まない噛まない、もう口の中で、ね、骨からこう剥がれ落ちるって感じじゃないです。もうぐるっと溶けて溶けちゃう、そんな感じですよ。これはうまい。これお肉ですね。続いチューチュー、うん、口の中に入れるともう噛まない噛まない。舌と上顎の間に挟むとニュルって溶けます。これやばいよ、すごい。あの前ね、なんかで読んだことあるんですけど、骨の周りのお肉が一番おいしいとかっていうね、なんだったかな、まあそういうのは大体おいしんぼですけどね、めちゃくちゃうまいです。スープもね、こんなに辛くないんで、うん、これ日本人でも全然いけるよ、このスープは。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです。はい、ということでいただいてまいりました。ね、料金なんですけど、サテ缶瓶、グレ缶瓶とあとご飯、それから S ジュル、トータルで6万7000でした。今ちょっとメニュー見たらね、S ジュルが7000だったんで、サテ缶瓶とグレのセットで6万ということです。ちょっとね、他の普通のワルン、に比べて高いんじゃないのと、ナシゴレン1万ちょっとぐらいでしょって思うかもしれないんですけど、もともとね、缶瓶って高いんですよ。結構高級食材なんでね。それで今回も骨とか入れてもらったんで、結構6万ぐらいになっちゃったと思います。多分これ骨じゃなくて、普通のグレだけにしてっていう話だと5万ぐらいになるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、それでもね、6万払ってもね、全然 OK です。まあうまかった、うまかった、特に骨
骨の髄がねとろっとしてて、もう本当にびっくりしちゃいました。ということでね、まあ今ねバリには来れない状況ですけど、もしバリに来てウブとブリアタに来るようなことがあったら、ぜひねこの店寄ってください。またね場所は Google マップの URL を下の横欄に貼ってますね、それ参考にしてください。ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かった、役に立ってということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また Twitter、SNS、Facebook やっております。こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。